大好評、学研の語学ソフトシリーズ第3弾が登場。学研ハングル三昧 DS。 2003年の韓流ブーム以来、日本から韓国への渡航者数は毎年200万人以上、2007年には223万人となり、中国に次いで2番目に多い国です。韓国語を見て、聞いて、話して覚える画期的な韓国語学習ソフト、それが学研ハングル三昧 DS です。 NHK テレビでハングル講座の講師でおなじみ、あのイ・ユニ先生が執筆と音声を担当。イ・ユニ先生自身によるお手本音声で、初心者でも楽しく韓国語が学べます。ハングル三昧 DS 最大の特徴は、 DS の内蔵マイクを利用した発音測定機能。マイクに向かって発音すれば、アニョハシムニカ、録音した自分の発音と先生の発音を音と波形グラフで比べることができます。アニョハシムニカ、アニョハシムニカ。発音表記にはカタカナと発音記号を合わせたイ・ユニ先生独自の方法を採用。難しい韓国語の発音を正確に発音できるように工夫しました。旅行、コミュニケーションといったすぐに役立つ会話文と単語を厳選収録。さらに韓国語の基礎や学習ゲームなど、豊富な学習メニューも魅力です。 DS 初の韓国語学習ソフト、学研ハングル三昧 DS。